それではですね、ここから私、ネクストモビリティの中西の方からご説明の方をさせていただきます。札本さん、2枚めくっていただいて、AI オンデマンドはというところからですね、ご説明させていただきます。ありがとうございます。もうですね、弊社がですね、AI を活用したオンデマンドバスの、システムソリューションを提供させていただく会社であります。で、もうすでにご認識と思いますが、この AI を活用したですね、オンデマンドバスとはというところをですね、簡単にこちらの資料でご説明の方をさせていただきます。こちらの図の通りなんですけども、基本的にですね、導入エリアでは、バスとタクシーの間の新しいモビリティとしてですね、ご利用いただいているという形になります。なので、基本的にですね、乗り合い型の乗り物、いわゆるバスに近い形でですね、運用してるんですけども、それをですね、この絵の左側ですね、アプリ電話でご予約をいただいてですね、ご利用いただくという形になっております。で、基本的にですね、ご利用のところで言いますと、即時予約というところと事前予約という対応がありまして、複数の予約をすると、先ほど札本さんもおっしゃいましたが、最適ルート、このところでですね、なかなか人の手ではやりかねるというところがありますので、ここに AI を活用してですね、最適なルートとですね、正しい時間、こういったところをですね、しながら、いわゆる効率的なですね、モビリティと。というところをご提供させているのが弊社という形になります。で、次のページをですね、めくっていただきますと、構成としてはですね、左側にユーザーという形でですね、基本的には住民の方々、導入サイトではですね、高齢者の方々が中心になるんですが、いわゆる観光客とか、子育て世帯ですね、主婦の方々に多くご利用いただいておりまして、こちらの図でアプリとかウェブ、あとはお電話で予約をしていただいてですね、その予約を繰り返しですが、AI が最適なルートとかですね、精度の高い時間を算出してですね、車両に設置するタブレットでルートを生成していく、こんな構図になっているという形になります。で、次のページのところでですね、すみません、ちょっと字が小さくて見えにくいと思うので、ちょっともう口頭でお伝えをしますが、じゃあこれを導入するメリット、効果は何なのかというところはこちらの図になります。左下の方になりますが、ご利用者の目線としてはですね、基本的に、今までバスがですね、待ち時間とか移動時間が長いというもの、ところに対して、希望に近い時間に乗れるのでですね、待ち時間、移動時間、これがですね、短縮できるというところがここがあります。一方でですね、自治体様が運営する公共交通とか、交通事業者のメリットというのが右側になりまして、基本的には車両の小型化、台数削減、あと、便利になることでですね、利用者、運賃を上げられるケースが出てきておりまして、そこでですね、収支の改善というところは見込めるかなと思っています。あとは導入車両ではですね、普通に運行しているので、ドライバー不足、ここにも解消できるかなと思っております。で、最後にですね、じゃあどんなところで導入されているのかというところをですね、簡単にご説明をさせていただきます。次ページお願いできますでしょうか。ありがとうございます。基本的にですね、デマンド交通というとですね、この図でいう一番右側のですね、人口分散地域で導入されるケースが多いかと思うんですが、この AI とかスマホの活用でですね、街中でも導入されているというのが最近の傾向であります。なので、こちらがですね、我々の導入実績のこう分類になるんですけども、例えば一番左の中心都市、これは大阪の北区になりまして、仙台市さんで言うと本当仙台駅前というようなイメージを持っていただけるといいのかなと思っています。とかですね、この真ん中の中核都市郊外部、一般地の中心部というところであってですね、例えば泉中央の駅のところとか、あとはですね、鉄道の駅の最終地みたいなところのですね、少しベッドタウンみたいなところで、ね、導入が進んでいるという形になります。なので、次の日本地図を見ていただきますと、全国ですね、弊社では12箇所の導入事例がありまして、今お伝えしたり、街中であったりだとか、広域型のもと、いろんなパターンでですね、導入のご支援をさせていただいて、実際実績も出てきております。なので、ここら辺の取り組みとかをですね、詳しく知りたいとかですね、どういう対応してたのかとか、コロナ禍ですね、実際デジタルに採択されたものだとか、補助金いただいているケースもありますので、そういったもののですね、背景などもあればですね、ぜひお問い合わせいただければと思いますので、こういった情報提供からですね、お役に立てればと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、時間ギリギリになりましたが、私の方は一旦以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。これはたらればの話なんですけれども、一般の人たちが自分の自家用車を使って、時間のあるときに相互に皆さんを運び合うとかですね、乗り合いという感覚から言うと、先ほどちょっとウーバーと申し上げたんですが、なるべく広く、ライセンス安全線の問題ありますけど、そういう考え方っていうのは、なんか議論されたことってございますか。はい、
ですね、まあ、議論の中で一つ出たというところになります。ただ、まあ、おっしゃってたように一般の方がやるというのはおっしゃってた法的なところとかですね、弊社としてはあくまでまあ公共交通という形のですね、切り口でこの乗り物を広めたいなという形になりますのでですね、基本的には自治体さんとか、まあ、一般のですね、バス会社さんを運営する公共交通のですね、乗り物としてですね、展開の方を今進めさせていただいているという形になります。ありがとうございます。素晴らしいお取り組みだと思いますし、より多くの不便を感じる人たちの便利を作り上げられる、素晴らしい仕組みであられるのかなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。